東京ドーム初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。山崎さんはこのお立ち台は初めてですか？初めてです。どんな光景ですか？あ、投げてる時と一緒ですね。足は大丈夫ですか？大丈夫です。やっぱり東京ドームここで勝つというのは格別ですか？そうですね、やっぱ先発するのは3回目やったんですけど、なかなか勝ちきれない中で、まあ、初勝利、東京ドーム初勝利は、はい、とても嬉しいです。今日は得意のシュート、あるいはカットボール、あるいはフィールディング、バッティングでヒットもありました。どんな一日でしたか？まあ、桑田コーチから投げる以外のところっていうのをキャンプから本当に自分を救うプレーなのでって言われてたので、まあ、ここまではしっかりとできているかなと思います。そうですか。これでプロ2勝目、東京ドームでも初勝利になりました。ぜひこのジャイアンツファンの皆さんに自己紹介も兼ねて次への意気込みをお願いします。はい、2年目の山崎伊織です。まあ、これからもチームの勝利に、貢献できるように、腕振って頑張ります。よろしくお願いします。ナイスピッチングでした。山崎伊織投手でした。